もしもの時に押すボタン。やあ、ボタンを押してくれてありがとう。ドキドキした押してくれた君はとっても勇気があるね。素晴らしいよ。ナイスだよ。君はすごいよ。勇気がある。ねえ、今までにこんなことってなかった例えば誰かにキレられた。誰かに叩かれた。誰かに外された。みんなに睨まれた。ああ、ポっちだって気持ちにならなかった。 もうダメだーってかけっぷちな気持ちにならなかったこうなったら自分のことは自分で守るしかないっていう気持ちにならなかったよく大人たちはさ、何かあったら相談しなさいって言うけど、もしかしたら怒られるかもしれないと思わなかった人に迷惑かけたらいけないし。 自分ごときのことで心配かけたら片付けないでござるとか思ってなかったあのさ、助けて気持ちを聞いてって言ってもいいんだよ。君には権利があるから、権利ってしてもいいっていうこと。誰かに許可もらわなくったってやっていいことなんだよ。特に18歳にならない人たち、つまり子供には大切な3つの権利があるんだ。 安心して自信を持って自由に生きるっていうのはね、子供に特別に大切なんだよ。もしも君が誰かに嫌な触られ方をしたり、傷つくことを言われたり、無視されたり叩かれたり、そうしたら君の安心自信自由って奪われるでしょそんな時にはね、嫌だやめてせんでの と言っていい。もちろん嫌なことや怖いことされたら逃げていいし離れていい。びっくりした、怖かったって誰かに話すのはやってね。それだけでいい。話をしてね。君の気持ちは君にしかわからないから、気持ちを聞かせて。嫌だった、怖かった、寂しかった、悲しかったし、悔しかった。ムカつく、一人ぼっち、誰も味方してくれない。 自分が悪いからなんだと思ってないそんなことないよ。そもそもさ、大人だって失敗するじゃん子供だったらなおのことだよ。失敗も間違いもするもの、そこじゃないんだ。いいんだ。嫌なこと、怖いことがあったら教えて、聞かせてね。 これは子供専用の電話だよ。01209977777。外に置いてある緑色の電話、公衆電話なら10円か100円入れてピピピってやってみて。もしもしって言われたらもしもしって言ってみてね。あとは向こうが上手に聞いてくれるはず。お話し終わって受話器を置いたらお金は全部戻ってくるよ。この電話はね、君の話をよく聞いてくれるんだ。でも助けには来ない。 秘密を守ってほしい話ならここが一番いいと思うよ。助けてほしいっていう時には0942309208にかけるんだ。久留米市役所の家庭子ども相談課っていうところにかかるんだよ。もしもし、家庭子ども相談課何々ですと言ってくると思うから、子供です話を聞いてくださいって言えばいいよ。あとは上手に聞いてくれるはず。 もしもしって言われたら、もしもしって言えばいいんだ。君がスマホやパソコンからメールを送ることができるんだったら、この QR コードを読み取って、メールがすぐ打てるようになってるよ。そして、市役所に届くんだ。ユイラインっていうところもね、メールで相談したり、話を聞いてもらうことができるんだ。ただね、待てない時もあるじゃん。そんな時は189だよ。 家に帰るのが怖い。家にいるのが辛いっていう時だよ。例えば親の喧嘩がさ、すごい怖いとか、触られたくないところを触られてるとか、外に出されてるとか、ここに電話して。かけられない時には誰か、誰でもいいよ。大人にかけてって頼んでみて。夜の時間なら110でもいいんだよ。もう一回言うよ。子供専用の電話。 0120997777何を話しても大丈夫。聞いてくれるよ。助けに来てほしいときには094230-9208だよ。もしもしって言われたらもしもしって言ってみよう。この QR コードからメールを送ることができる。これも使えるメールだよ。待てないときには189なんだ。もしものときには 使ってねー